加納有アリサは、フリーアナウンサー。九州朝日放送及び文化放送の元アナウンサー。愛知県豊田市出身。精霊高等学校、精神女子大学卒業。在学中、テレビ朝日アスクに通い、BS 朝日、ニュースアクセスに出演した経験がある。2010年4月、テレビ朝日アスクが、九州朝日放送に派遣。ラジオは、 竹内博之ザッツオンタイムのアシスタント、スイートジャズのパーソナリティ。テレビは、モままに LBE、とっても健康ランドのリポーターを務めている。2013年3月、テレビ朝日アスクの派遣期間が満了し、KBC を退職。同年4月、文化放送に入社。2016年3月、文化放送の契約人気が満了し、文化放送を退職。同年4月、 フリーで活動開始。ラジオテレビメガネっ子ブログ何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。センスブログ何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。似てるオフィシャルブログ何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。月よ。ブログ何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。 音を楽しむ。ブログ、何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。ワンマン。ブログ、何でもありっさ。2014年12月1日閲覧。カノーアリサツイッター。2016年10月8日閲覧。11月23日第85回放送後期。文化放送、気になる番組公式サイト。2014年12月1日閲覧。 などスポーツ放置2013年12月15日芸能面文化放送室テルミアナお色気路線ならずがっかり金友先生のお悩み相談室文化放送ぐっちゆうぞう今夜はうまいぞう番組公式サイト2014年12月1日閲覧アリッサカノのツイート大切なお知らせがありますと文化放送 斉藤和美ニュースワイド先取り番組公式サイト2020年4月7日閲覧出産と育児休業するため降板した青山恵美の公認グッチ雄三今夜はうまいぞ内ないのコーナー番組 CBC ラジオと新一放送にネットしている2013年4月4日から2014年9月25日まで木曜担当 2014年8月6日から9月24日まで、水曜日も担当。全民の吉田瑠衣子が、放送事業局制作部放送事業局、報道スポーツセンターへ移動したことによる、2018年3月29日まで、世の中先取り木曜日リポーターを担当。2018年4月5日から2019年3月28日まで、木曜日、 2019年4月1日から2020年4月6日まで月曜日のサブキャスターを務めた。ありがとうございます。